君こそアスリート。今回は学法石川高校自転車競技部辺見美月選手17歳。東北総体インターハイでは共に競輪に出場し優勝。これからの活躍が楽しみな選手です。一番の魅力はスピードですね。17、18キロでラストのもがき合いをする感じです。短距離系はもう負けないぞと。でやっぱり競輪が好きなんで、やっぱりそういうのに合ったこう練習を自分で取り組んでるんで、諦めないでやるんだぞっていう気持ちを常に持ちながらギリギリまでこうやる子ですね。はい。美月選手の双子の兄龍馬選手もトップクラスのアスリートです。やっぱりいいライバルだと思いますし、弟のはもう完全短距離なので全力でダッシュする力とかがやっぱ強いので、どんどん学べるところを学んで自分の力にできたらなと思ってやってます。トラック練習は月に 1、2回やるかやらないかぐらいなんで、その1回2回のトラック練習をすごく大事にして、一本一本集中していろんなことをイメージしてやってます。美月選手が欠かさず行っているのが競技の研究。毎日プロの競輪とかを YouTube で見てるんで、それでどこでかけたら一着取れるのかとか、そんなことを考えていつもいます。やっぱ好きだからこそ研究して、それを実践できるように力もつけているっていうか、なので自信持っていけますよね、そうやって勉強してるんで。初出場した国体では競輪で5位、兄弟で挑んだチームスプリントは13位と大きな結果を残しました。競技に打ち込む美月選手の目標は決まっています。競輪選手になって上の一番上のレベルで戦うことです。